品揃えいいし。入りたくないな。楽器やって店員さん怖そうだし、もし話しかけられたりしたら。お前このギター選ぶとかなかなかのセンスじゃん。洋楽とか聞く？あ、聞かない？殺す！イヤホンつけて乗ってるふりしてれば話しかけてこないはず。あ、このストラップかわいい。この色とかキタちゃんのギターに似合うんじゃない。お客様、この後ハンドメイドショップ行きません？見ろよ。何、行くよ。お、そのギター気になるの？え、いや、そういうわけでは。お、私には両先輩からお借りしてるギターがありますので。寂しかったのか。今度はドラム専門店行こうね。秋葉にあるから。これかっこいい。ヤマハさんいいですよね。それ特注仕様なんですよ。手頃な価格ですけど、すごくいいギターですよ。あ、よかったら試奏なされますか？この子のギターが最近壊れちゃって、今日は代替機を探しに来たんですね、ひとりちゃん。このギター気に入った？ひとりちゃん。このギターにするそうですね、ひとりちゃん。ありがとうございます。ぼっち、腹話術の人形みたい。最近成長したと思ったけど、こういうとこまだまだだな。よかった、お買い上げありがとうございました。ありがとうございます。お客様、ギター忘れてますよ。どんだけ帰りたかったの。お姉ちゃん、早くしないと遅刻するよ。かっこいい。あ、ごめんなさい、金のことも忘れてないよ。許して。あの子、ま